モンテアルバン、モンテ、アルバン、モンテアルバンは、メキシコ、オアハカ州のオアハカ盆地中央、オアハカ市外の西方10キロメートル、盆地の底面からの飛行差400メートルにある山の頂上を平らにして築かれたサポテ文化の中心をなす、祭祀センターである。紀元前500年頃から紀元800年頃まで、繁栄した。五個天気には、ミシュテ家族に支配された。 メソアメリカ文明を考える上で非常に重要な考古遺跡であって、1987年にオアハカ歴史地区とモンテアルバンの古代遺跡の名で世界遺産にも登録されている。遺跡全体の広がりは 42km に及ぶが、中央広場を囲む東西 200m、南北 300m の範囲に主な神殿や天体観測所、建造物 J、球技場などがある。 モンテアルバンは周囲との飛行差400メートルの小高い山の上という立地条件から農業用水や飲み水の確保に向かず大部分の食料は輸入に頼らざるを得なかったと思われるが一方で盆地を一望できる天然の用害に位置しオアハカの3つの小盆地を結びつける交通の要衝でもあったと考えられるこのことからかつては外敵に対して オアハカ盆地の諸センターが連合、盆地中央に中立的な新首都を建設したと考える研究者もいた。また、このような小高い山の上に採取センターを築いたのは、サポテカの人々にとって山が宗教的に神聖で重要な場所で、あ、ことを意味しているとも考えられるが、現在はモンテアルバンが建設される直接の景気になったのは、 千古天気中期から後期にかけての和墓盆地の勢力争いの激化であると推察されていい。というのは、モンテアルバンが建設される直前の時期に、それまでは盆地の底に集落が築かれていたのが、丘の上に防御機能を持った集落が次々と建設されるようになることが判明してきたから、ある。勢力争いの中心になるのは、モンテアルバン建設直前の最大の 最始センターである、盆ンチ北部のエトラ、エトラダニに立地するサンホセモゴテ、盆ンチ東部のトラコローラに地域の勢い、盆ンチ南部のバージェ、グランデ、バレイグランドまたはサーチラ、ザッチラに地域の勢力であった。ゴニシャがサンホセモゴテに対抗して、モンテアルバンを築いたという説と、逆にトラコローラ、バジェグランデ連合に対抗して、サンホセモゴテが、 モンテ・アルバンを築いたという二つの説が考えられている。サンホセモゴテをはじめとするオアハカボンチの遺跡を長年にわたって調査してきたマヤ文明の諸都市の関係についての研究で世界的に知られているジョイス・マーカスとフクンケント・ブイ・フラナリーは後者の説を支持している。その理由としてモンテ・アルバン・アキの土器様式、建築様式、小読み文字体系は 直前のロサリオ機の様式を受け継いだものが多く、また、口述する、踊る人々、デンザンティスの石彫りは、サンホセモゴテ石碑三号の系譜を引くものであり、ペルーのチャビン文化の遺跡セ,セロセチンと比較する、研究者がいるもののメスをアメリカには、類例がないものであることが考えられる。現在残っている、建造物は、古典機に相当するモンテ。 ある場にいい息のものがほとんどであるが、中央広場南西部隅にある、踊る、人々の神殿、テンプル・オブ・ザ・レン・ザンティスは、先古典期中期末から、後期初頭の建造物で、神殿の周囲に置かれた石彫りには、あたかも踊っているように見える、人物像、ダン・ザンテや、未解読のサポテカ文字と共に、マヤにも受け継がれることにな点と、棒表記の数字が小読みと思われる表記と共に、 刻まれている石碑も見られる。踊る、人々の石彫りは、百四十以上見られ、髭を生やした老人、切り落とした首だけになっているもの、はずべき裸の姿にされた証拠に、正規の輪郭が刻まれたり、正規の切除が刻まれ、血が流れている場面まで刻まれている。これは、モンテアルバンの支配者によって捕虜にされて、拷問にかけられたり、殺害された主張や王たちを刻んでいると、 推定されてる。このような石彫りを刻むことによって、モンテ・アルバンの支配者の権力、軍事力を固持し、正当化する意味があったと考えられている。人物像の脇に刻まれた、サポテカモジは犠牲になった人物の名前を示しているのかもしれない。またマヤで用いられる260日歴、ソルキン歴365日歴、ハーブ歴の素型ができていたことが石碑刻まれた。 碑文から判明している。モンテアルバン愛、前500年前100年、イい期、前100年から200年にかけて、都市の西部と北部に約3トルにわたって防御壁が築かれ、ダムと約2トルにわたる用水路が建設された。モンテアルバンの人口は紀元前100頃には1万7000人、オアハカボン全体では5万人に達したと推定される。 モンテ・アルバン・イーキになると天文台と考えられる建造物 J が建設され、その壁面には40以上の征服石板がはめ込まれている。征服石板には人身獄になった人物や征服地、または功能を行っていたと思われる地名が刻まれている。モンテ・アルバン・イーキの支配者は1 4 0トル圏内の町々を征服し、 北方1 0 0トルのオアハカ盆地とティワカン盆地の中間点にクイカトランカニャーダに全身軍事基地を築いた。モンテ、アルバニーヤキ、200年から500年には南基段の高さ1 5ル長さ1 0 0ル以上のピラミッドをはじめ中央広場の多くの建造物が築かれた。人口は16,500人に達したと推定され、オアハカ盆地全体では、 11万5千人に達したと考えられている。この時期の特徴は、テオティワンを意識したタルータブレロ式の建造物が築かれ、南基壇の四隅にある石碑のうち、石碑、リサ、石碑七号に、テオティワン人来訪の記事が浮き彫りで刻まれ、建造物 X からも、両者の政治的な会合を記念したと思われる石碑が発見されている。テオティワン人は、武装したり、 兵士を伴った者は、一人もいない代わりに、コパルの航路を持っている人物などが見られるため、テオティワカン地図化プロジェクトで知られる研究者、ルネロンなどは、特別で、友好的な外交関係があったのではないかと、主張する。テオティワカンには、オアハカ地区、オアハカボリオと呼ばれる、オアハカ独自の遺物が検出される場所があり、モンテアルバンでは、緑色黒曜石製品や薄でオレンジ瓦だけの壺。 ワン、円筒型三足土器フロレロ、レテテオティワ間様式の土偶などが出土する。ただし、量的には多くはなく、貴族の住居や墓などからの出土に限られることから、支配者層同士の交流であって、同盟関係を強化するための政略結婚もあったかもしれないがそれを確かめるすべは以後のメキシコ中央高原で260歴の誕生日を人名とする監修が見られることから、 宗教、天文学の情報が交換されたかもしれないが、盛んに交易が行われているとは言い切れない。なお、モンテ・アルバンでは、テオティワカン人をはじめとする外国人の居住区は見つかっていない。この時期、オアハカ盆地では、盆地南部のセンターである、ハリエサの人口が1万2000人ほど推定され、モンテ、 アルバン以外にもモンテアルバンと同じ様式の石彫りが見られるなど盆地全体に人口が比較的均等に分布していたと考えられる。モンテアルバン5期500年から750年には人口はモンテアルバンに集中し2万5千人に達したと考えられ規模は 6.5km に拡大した。盆地全体の人口は8万人ほどに減少したと 考えられる。モンテアルバンの中央広場が完全に建物で囲まれたのがこの時期である。広場の出入り口が三カ所に限られ防御性が増したことから貧富の差が拡大し、庶民層の不満が高まって不安定になっていったとも考えられる。モンテアルバン四期百五十年から千年にはモンテアルバンはすっかり衰退し、人口四千人ほどの二流のセンターになり下がる。 盆地全体では7万人に減少し、盆地南部のハリエサが人口1万6千人を抱える、盆地最大の集落となったがモンテイコールアルバンに見られる大建造物に囲まれた中央広場は気づかれず、小センター同士の分裂状態になった。なお、盆地南部のトラコレラ各国のミトラがこの頃から本格的に活動し始めたと考えられている。 このような状態であってもモンテアルバンの中央広場は放棄されずに維持されてきたと推定される。このことは最近の発掘調査によってモンテアルバン部域1000年から1520年に北基乱建造物 B の最上層の建設が行われたことが判明したことからも裏付けられている。TDTR テーブル楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。